アクアリウム東京やってまいりました。今回出展していませんが、ちょっと会場内見て回ろうと思います。新うさぎ市、もしかしてお迎えしたばっかりじゃないですか。そんなことない、もう半年経つかも。でも、ああ、いや、もっと、もっとある。まだじゃあ脱皮してないの？一回しますね。一回してない。なんだこれ、餌カニペンホルダーいいね。コラボです。このブランド、この人とのコラボ。なんて読むんですか？アーニトル。アーニトル。とリコヤスのコラボ。ああいいねカニ。やっぱカニ人気じゃん。お疲れ様。いっぱい輸入したんだって。輸入しましたよ。どうです？もう激売れです。結構いいのいるでしょ。うん、若い子がやっぱり、うん、5000円台は入れてないかな。4000円台は売れるけど。あっ私のシーン、あ、もらった。どっか貼っとく。うん、携帯に貼って。わかった。わかった。じゃあ頑張ってください。はい。歌詞がついたの。前から一緒。今日はどうですか。やばいっす。やばい。バカ売れ。コオロギ半額。儲かんないじゃん。本当に儲からない。儲からないとか利益出ない。なんでじゃあそんな値段で売ってんの？日頃の感謝を込めて。あ、日頃の感謝を込めて。小林くんちがやっていけるのは皆様のおかげですという納礼です。あ、素晴らしいです。その気持ちをうちもね持たないといけないと思うんで、ちょっとだけ持ちますね。頑張ってください。こんにちは。こんにちは。東魚専門店アクディオと申します。実は大田区にある熱帯魚さんで。近いですね。川崎で。近い。で、花江さんアンバサダーの、はいはい、あの方もちょっとうちに来てもらったりして、今度行きたいなって話をしてるんですけど。ぜひ。あ、20% オフ。あ、ありがとうございます。これでよろしくお願いします。カピバラがいるんですよね。そうです。ここに映ってるやつ。触れ合えるんですか？触れ合います。はい、餌をあげたりとか、触ったりとか。マジでカピバラ大好きなんで、行きます。ぜひお願いします。本当に淡水魚だけなんですか？海水の。海水、ちょっと今、汽水の魚入れたりとか、ちょっと変えてきて。へぇ、ほぼあの淡水です。珍しいですよね、淡水の水族館って。はい、今度じゃあぜひ行かせていただきます。はい、お願いします。現場にはいるんですか？僕はあのバックオフィスなんで。ああ、そうなんですね。すいません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。水作さんです。綺麗な子いますね。今ま
まで。ベタとかって買ったことあるんですか？あ、うん、僕ベタ専門店やってるんですよ。専門店があるぐらいなんですね。ここの子はいいです。いいです。あのメーカーさんで僕ショップなんですけど、いつもあの水槽とかもこれ使ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。なんか避けてるのも綺麗ですね。ああ、これはね、怒った時のこのと。普段のだらしなさとのギャップがね、たまらないんですよ。こんにちは。ほとんど売れちゃったって今言ってましたね。はい、明日の分はなさそうっすね。もうこれしかない。え、初日で終わり？もう60ペアぐらい出ちゃったっす。あ、用意が足りなかった。足りなかったっす。プレコまでいるじゃないですか。はい、アピストと一緒に輸入したんですか？そうですね。ゲテモノも並べました。あっちに。で、今ちょっとこれが気になりました。なんかお隣で作ってるシール。あ、こちらで作ってもらえる。こんにちは。今ちょっと話の流れでキラキラシールが。あ、キラキラシール全部貼ってあるんですけど、いろいろシリーズ。なんか遠巻きに。キャラクターを手書きでイラスト描いて、一応ベタとかもやってて、これがアンカーですね。あ、はい、マイルドとか。これもあの防水ステッカーなんですけど、車とかにも貼れるやつで、これもベタの手書きで描いてるんですけど。ベタ人気なのかな。ベタ人気ですね。やっぱピストやってる人はベタにも来るんで。うちベタ屋なんだけど、あんま人気ないんですけど、どうしたらいいですか？これからのベタ会を盛り上げたらって。自分あれですよ、よく YouTube 拝見してますから、はい、あ、僕も見てます。あ、入荷したなって。あの畑山さんが来たとか、すげーシグ好きなんで。あれはね、まあ、僕は全く関係なくオーナーの力なんで。オーナーはね、仲良しなんで。今話してたんですよ、ちょうど。あのキラキラシール。あ、キラキラシール。そう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 。めっちゃ似てる。すげえ似てますね。めっちゃ似てる。スタッフが。スタッフもいる。スタッフもいる。あ、でなんかね、熱帯魚他にもいっぱい持ってきてんだって。今日変なの。今日出店、あれは？お魚は？今日ない。アクアスタイル。アクアスタイル。はい。じゃあ偉そうに座ってればいい日ですね、今日は。偉そうに座ってる。もうちょっと JPC の営業しとかないといけないんじゃないですか。そうですね。珍しいですね。珍しいですね。ダックビルない。ダックビル。ダックビル。買える気がしないけど。難しそう。難しいと思うんですね。なんか今日俺のペット買って帰んなきゃいけないな。これどうする？もののけタイガープレイ。これです。これ店長するから。店長する。もっと寒いかと思ったら、あったかいですよ、ね。あったかい。暑い暑い今日。こんにちは。こんにちは。私はなおなお軍曹と申します。あ、なおなお軍曹さんがうちを気にしてくれてると。はい、もういつかお邪魔しに行きたいなと思ってるんですよ。で、昨日も、はい、あの YouTube 確認して、はいはい、あ、来てくれんのかなって思ってたところで。ぜひちょっとあの、はい、お店お伺いさせていただき、うん、もう、はい、もうこれ見て、はい、すぐ分かった。最近あのアクアショップさんの動画なんかも、はい、もう出せば1ヶ月で1万再生超えてきて、すげえっすね。チャンネル登録者も今6000超えてきてるので、多分一緒にあの多分紹介すると絶対流れてきますので、うん、あとなんかなんかこう突き抜けてるものがあるとお客さん来ますよ。そうですね。ありがとうございます。本当声かけていただいて、あの連絡させていただきますので。こんにちは。あれ前から石戸泉さんにいました。金魚娘ゆうこです。金魚娘さんっていうのは俺フォロー知ってる気がしなくもないな。もう一回確認してください。はい、確認しておきます。はい、アクア、あ、違う、陶魚専門店アクディオと言います。陶魚専門店。はい、ベタ専門店だから石戸泉さんに今日はベタを安く売るなよって言いに来たんです。ベタ屋めっちゃ多くないですか。平安さんと。平安さんでしょ、梅ベタでしょ。あ、でもそんなもんかな。あ、そうなんだ。
熱帯魚いっぱいかかってると思ったら石戸泉さんだったんですね。こっちはもう完全にマニアで、こっちはベタボロッコンチョコ。ああ、なるほど。いっぱいいるっすね。うわ、すげえ。こんなん売れるんすかっていうの持ってきてますね。石戸泉さんなんでね。ね、ほんとそんな感じする。こんにちは。ダンゴムシ屋さん。こんにちは。これは強化水月さんのやつ。ちげえよ。ちげえよ。違います。違う。あ、何これ。こっちやけど、あっちがこういうのか。かっちゃいい。はい。あ、何これ。差し入れ。差し入れ。クッキー。やった。販売してるんですか。販売してます。手作り？あのね、これ作ってられる方もいるんですよ。あそこに。キッチン機構っていうのがあるんで、一回行ってみよう。あ、わかりました。機構さんの、このキッチン機構さんの手作り。へえ、すげえ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、今日あれしな、須崎です。どうもどうも。ありがとうございます。ありがとうございます、いつも。いっぱい買ってってください。もう買ったんです。すいません。あの、カゴください。またお願いします。行ってみたいですね。え、これは全部高いです。さあ、パンチさん、おつっす。どうも。順調っすか？そう、おめでとうございます。お、よかった。忙しそうなんで頑張ってください。アクアリストすげえ売れてますね。売れる、売れるようになってきた。ようやく、うん、なんか嫉妬してるよ。嫉妬してる、嫉妬してますよ。両手に花でなんか楽しそうに喋ってるだけで。これもうあのバッチリ押さえてますか。そう、ポロシャツ欲しいな。1000円です。1000円、サイズしかないです。お買い上げ。え、くれないの。俺すげえ買ってんのに。あんなちっちゃい店でよく頑張ってるなっていうぐらい買ってんのに。ありがとうございます。アクアリウム東京に珍しく唐辛子専門店さん。珍しいですね、こういうのも出てるんですよ。このね、敷いてあるなんていうの、テーブルクロスっていうか布が可愛いっすね。面白い。一番辛いのどれですか。シービキです。ラー油が売り切れてしまって。はい、これください。はい、ありがとうございます。はい、あれ最近出た。え、前回のバスは出ましたよ。あ、マジっす。はい、あの玉美姉ちゃんと一緒に。あ、そうだったんですね。スカスカになり始めてますか。なんか隠れてるから分かんないじゃないですか。隠れてる、そこはそう。あれ、マットスキッパーがいない。飛びハゼとジャイアントマットスキッパーとワラスボカ。なんか園芸士が多くなってる気がするんですけど。でも輸入がきついぜ今。あー、なるほど。送料がすごく高いので。バカ高いっすね今ね。だ、今までのお客さんのニーズに合わせられなくなってしまってるんで。なるほど。高くてもいいんだったら入れますよっていう状況になってるんですよ。まあでもそれはその時にね、ちゃんと適正価格をつければ。そうですね、そうっすね。今は高くてしょうがないって思ってくれてると思うんですよね。こういうお客さんが大半だったらいいんですけどね。全員です。うちのお客さんは全員そう思ってます。マジか。はい、頑張って輸入してくださいよ。かわいい。植木鉢なんで、植木鉢穴開いて。これ何でしたっけ、ガキでしたっけ。
あ、ダメになっちゃいました。ガギュウって言うんでしたっけ。あ、ガギュウ、うん、そうそうそうです、そうです、はい。これはアロエですか。そうですね、みんな。あ、植木鉢だけじゃないですね。そうです、そっちはシェルターで、こっちは植木鉢で、こういうちっちゃいのは穴開いてるので、こういう風にピックにしたり水槽に入れてもらったり。ベタ用の隠れ家を作ってほしいです。この辺みんなベタのサイズで、だからやっぱベタ飼ってる方はこのサイズいいですね。どうでしょうか。私ベタ専門店なんですよ。この大きさの置物すごい売れそうなんですけど。売れてます。人気ありますね。電車で、それをこれから電車で持って帰る。アクアフェードまで持って帰ります。500円、いいでしょ。いいかな。頑張ってください。